あ、自然の空気が美味しい。ちょっとこっち側も見ようか。本当にもうインターから近いんだね。車だとすぐってなっとったけど、まあ、城原駅ですら、すぐやったから。あ、やべ。で、足が気に入ってきた。あ、そっか。言うて、高速道でずっと。雨風の中、高速走っとったんで、意外と、足、緊張感走ってましたからね。あ、でもさっきのボールも、こうやって見てみると高いな。あ、全然2メートルとか対応してんだ。あ、やっぱじゃあ降るんだね。この辺りぐらいまで降るんだね、雪全然。あ、そうだ、そうだよね。富山だ。そういうことか。いや、じゃあこの辺り高くしてんのか。さっきちらっと走ってきたところ、ここら辺までなかったよね。この辺りまでだったというの。まあ、まだ朝7時ですからね。まだまだ。まだまだ余裕っすよ。公共交通機関に来とったら、絶対ここに一発目入るのは12時過ぎですもんね。どんなに早くとって。よし。この辺りを考えたら。インター、息子がインターか。不思議な感じだな。給油中エンジンでしょ。これはもしかしてスタンドなのかい？あれかな、農具用のあれが入ってんのかな、混合油かなんかが。あ、比較的うちですもね、農作業やってた時は、混合油をちゃちゃっと入れてってありましたもんね。農作業に使う器具はね、そんな感じのやつが多いですからね。不可解なのもあれですけど、うちらのところだと、その茶畑やってたんで、茶畑の裾刈りって言ってね、あの横がきれいに、あの丸に沿ってるじゃないですか。あれも当然、あの沿ってね、あの散髪みたいな感じで剪定してね、あの形にしていくわけなんですけど、それの機械なんかはね、 V 字のね、いや、あの V 字にこう刃がついててね、それ裾刈り機っていうんですけど、ジャジャジャーっとしていくとね、裾が切れっていうのがあるんで、実はその裾刈りが終わってるかどうかを見るので、茶畑の進捗が大体わかるんですよ。あ、ここの茶畑は今ここまで終わってんだなとかね。そうそうそう。上のね、お茶っ葉の具合を見てっていうのは、まあ、もちろんそこでもその刈るまでのところは一つね、見るところがあるんですけど、最後裾刈りまで終わっとったら、もうここはもう2番茶の収穫も終わって、もう今日とりあえず今年一段落の畑なんやなとかってわかりますね。これがさっき走ってきた道かな。多分インターから右に、左に降りたんだから、インターから左に降りたんだからってなんでしょうね。あ、ちなみに何でわざわざ停止線って書いてあるかって言うと、あれですよね。あの、雪で見えなくなるからってことでしょうね。これもそうだよね。言われてみたら、この標識って見えにはないよね。停止線標識。でも確かにそうだ。雪国の方に来ると、当たり前のように置いてあるわ。この標識。まあ、どうかな。ちょっと。で、帰りの電車見れるかな？
当たったけど、当たったはいいけど、あれだったらそこら辺で、せっかくだし、ちょっと円形から取れるかな。昨日その富山行きの列車ね、取れるかな。あ、取れなさそうだ。戻ろう。せっかくならその富山行きのね、列車もね、写真に収めておきたいところですもんね。あれ？無理か。7時ちょうどだったよな。7時ちょうどだったよね。おっと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 。7時ちょうどって言っとったから無理だ。え、深酔いしすぎだ。意外と戻らんとまずいんじゃない？まあでも、ちょうどいいやつさ。二人でした。意外と教育が入ってた。ありがとう、山行きねえとパス。すごいな。気が47系なんて、他どこで見れるんだ。もう今走ってるとこ少ないですもんね。あそこか、カルガの方行く。広島からカルガの方に行く。あれ何線？何線だったっけ？あれとかぐらい、岩国の方とかでも走ってたっけ？いや、岩国から出て、岩国から、朝の方から出てるやつである？気が47はないよね。ましてや国鉄色のまんまだよ。わあ。あれが行った後の折り返しの列車がうちの乗るやつになるんで、まあ今回はまあすごいな。ピコのローカル感。だってもう正直この見た目の中でその携帯の電波塔と駅舎が新しくなってるのを覗いたら多分昭和からこのままなんだろうなって感じだもんね。すごいな。結構見どころあるね。よしよしよし。